はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の7月18日の火曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、今日は7月の18日火曜日ですけれども、昨日が7月17日の月曜日は海の日で休日ということでした。で、この、土日月とですね、35度上回るような本当に猛暑で、体調管理が本当に厳しい季節、まだ7月の中旬だというのに、ちょっとこの体調管理が厳しいような気温が続いています。で、3連休というか自分的にはですね、土曜日は通常通りお仕事の時間もあったので、日曜月曜日とお休みでしたけれども、おかげさまで充実をしていて、特に土曜日はですね、夕方いつもですね、切磋琢磨をしている先輩と、それからですね、ちょっととある競技で優勝した小学生の男の子とですね、その優勝のお祝い会をさせてもらったり、その夜はですね、職場の親睦会があってバーベキューをみんなで食べたりということで、お腹もいっぱいになったし、本当に充実をしたこの週末を過ごすことができました。で、今日ですね、朝この職場に来る途中、自分の頭の中に浮かんできた言葉をまとめてみた言葉についてはですね、お金というのは時間を有効に使うための単なる道具であり、この道具であって手段であるので、この手段があくまでもお金を稼ぐというような目的にならないように気をつけたいということと、仮にですね、このお金があって時間をある程度確保することができたら、自分がですね、この費やしたい時間というものはどういうもの、どういう何のための時間なのかを考えてみようというような言葉でした。お金というのは当然なければ生活できないので、本当にある程度というかですね、生活をしていくためには十分なお金というものは自分できちんと稼いでいかなくてはいけないことはもう当たり前の当たり前なので、大前提として、ただお金があればあるだけですね、何かいいものを買うとか、行きたいところに行くというような使い方もあるかもしれませんけれども、あくまで時間を作るためのですね、手段としてのお金という役割もあって、まあ、例えばですね、いろんなこと、自分ができないこととか、自分ではなかなか忙しくてできないことをアウトソーシングするためにもお金が必要で、まあ、そうしてアウトソーシングをすることによって自分が不得意なことをやってもらったり、もしくは自分がやる時間がないことにですね、やってくれる方に頼んだりというような効果もあって、それによって生み出された時間で、では自分は何をしたいのか、自分がですね、時間がある程度確保できるとしたら、自分が費やしたい時間というものは何のための時間なのかということを考えることによって、自分がやりたい、やってみたいこととかですね、やりたいこととか、自分がありたい姿みたいなものがなんとなく浮かんできたりするような気がします。やはりですね、一番このお金や時間があってもやることがない、行くことがないということがですね、一番この、なんていうんでしょうね、もったいないというか、仮にお金がいくらあっても、時間がいくらあってもですね、何に使ったらいいのかわからない、何をやっていいかわからないというものがですね、一番効率を落としてしまうような気がするので、自分がもしですね、ある程度時間を確保することができたら、何に費やしていきたいのかを考えることによって、お金をですね、何のために稼ぐのか、生活する上での必要なお金以上にですね、自分なりに確保するというモチベーションを上げて、そしてそのお金をですね、生かして自分としてはどういうふうにやっていきたいのかということを考えていくことによって、モチベーションも上がってくるし、そして実際にですね、そういった効果が生まれてくるようなことがあって、時間ができて、自分なりにやりたいことを少しでも 0.1 個でもですね、何かやっていくことによって、自分がやりたいこと、自分がありたい姿に一歩近づけば、またさらにですね、仕事ですとか生活にモチベーションが高まって、能動的になってということで、いい循環が生まれてくるのではないかなというような気がします。逆にちょっとでもですね、なんか何のためにやっていいかわからないということになってくると、何のために仕事するのかがわからない、何のために働くのかがわからない、
単にお金があればいい、お金がある人が羨ましい、お金を稼いでる人がですね何か特別なことをやってるように見えるというような悪循環に陥ってしまうような感覚もあるので、まあ、それがですねその人なりに自分自身の中で消化できるようなことであればそれはそれで全く構わないと思いますけれども、個人的にはですねやはりお金というものは時間を作るための単なる手段であって、手段が目的にならないように気をつけていきたいと思うし、そして自分の中ではですねそういったお金ですとかという手段を使って、時間を作ったらですね自分としてはどういうことに生かしていきたいのかということを常に考えて、まあ、それでも少しでもですねできた時間はある程度自分が考えているような行動にですね、試しにやってみたり試しに行ってみたりというようなことでちょっとずつですね自分の中で試したり、まあ、トライアンドエラーを繰り返したりしながら、やっぱりこうかな、やっぱりこうだったな、これは良かったな、これは悪かったなという経験値を少しずつ磨いていくような、まあ、そんな意識をしています。ということでですねやはりこのお金を稼ぐということがですねどのようなことなのかということって答えもないし正解もないし誰も教えてくれるわけでもない中で、自分なりにある程度その辺のところですね失敗と経験を繰り返しながら経験値を高めていく必要があることなので、本当に人によって言うことも違うし感じることも全然違うことがあるので、自分が言ってることが何も正しくて正解だというように思い込んでいたり思い上がっていたりするわけではないですけれども、自分的にこのですね生きてきた中でお金というものの使い方、稼ぎ方よりは使い方が難しいし、その使い方の中ではですねやはり自分を時間を作るため少しでも自分の持っているですねやりたいことというよりも自分がどういうふうに時間を使いたいかということを考えて、そのために費やすためにですね時間を作るための手段として、まあ、仕事をしたりお金を作るようにするというような、まあ、そんなですね、順番段階で生活をしているということが分かっていればですね、あまりヘンテゴリンな間違いを犯すようなことがなかったり、目の前にちょっとしたお金ができたからといって、使いすぎてしまったりですね、まあ、そういうような、まあ、過ちというか、ミスみたいなものもだいぶ減ってきているような気もするので、まあ、そのような自分の中のトライアンドエラーはこれからも繰り返していくでしょうし、小さなエラーをたくさん重ねながら、大きなですね、前進というものを自分の中で得ることができるように、まあ、今日もですね一つ一つ大切に穏やかに過ごしていきたいなというふうに感じています。ということで今日はですね休日明けの日本経済新聞の朝刊ということになるので、昨日の日経平均株価の終値というような情報はお休みとなっています。なので今日はですね、まずは、今日のですね日本経済新聞朝刊の、社説の一つ目からですね音読の題材として取り上げていきたいと思いますけれども、まずはですねタイトルを確認しておくと、中国は必要な景気刺激策をためらうなということで、今日もまずは中国のニュースからということになっていきますね。では早速音読に入っていきたいと思いますけれども、中国は必要な景気刺激策をためらうな、先行きを楽観できる状況にはない、中国経済は需要不足からデフレに陥るリスクが高まっている。景気の失速を防ぐために習近平政権は時期を逸せずに必要な対策を打つべきだ。中国の国内総生産 GDP は2023年4月から6月に実質で前年同期より 6.3% 増えた。伸びは1月から3月の 4.5% から拡大をして、政府が2023年通年の目標とする 5% 前後を上回った。額面通りには受け取れない。1年前の2022年4月から6月は上海の都市封鎖で成長率が 0.4% にとどまった。2023年4月から6月に 6% を超す伸びとなったのはその反動に過ぎない。季節要因を鳴らした前期比で成長率を見ると、むしろ中国経済の弱さが浮き彫りになる。4月から6月は 0.8% で、1月から3月の 2.2% から減速。最大の要因は不動産市況の低迷にある。マンションをはじめ不動産の販売が振るわない。6月は主要70都市のうち5割を超す都市で新築住宅の価格が下がった。不動産業の裾野は広い。関連産業を含めれば中国の GDP の3割を占めると言われる。
住宅が売れないと家電や家具といった耐久消費財の売れ行きに響く。住宅建設が減り、建材などの生産も落ち込む。新型コロナウイルス化の収束後も需要が回復しないため、物価が上がりにくくなっている。6月の消費者物価指数 CPI は前年同期比で横ばいだった。物やサービスの値段が上がらないから企業収益が冴えず、雇用の改善が進まない。6月の失業率はなお 5% 台で、16歳から24歳に限れば 20% を超す。デフレ懸念から中国人民銀行は6月に10ヶ月ぶりの利上げを実施。最も大胆な金融緩和には踏み込みにくい。米欧の中央銀行が利上げを続けており、利下げは資本投資につながる過度な人民元安を招きかねないからだ。必要なのは財政を使った需要の底上げだろう。土地収入の減少で地方政府は財政難にあえぐが、中央政府にはまだ余裕がある。安易に公共事業に頼るのではなく、消費刺激に軸足を置くなら、景気対策をためらうべきではない。舵取りを誤れば中国経済だけでなく世界経済に大きな影響を及ぼす。習近平政権には適切な政策運営を求めたい。ということで、この手のですね、まあ、似たような、記事がですね、定期的に、まあ、もちろんこの、多分3ヶ月ごとぐらいにこのですね、中国の、まあ、経済速報みたいな数値が出てくるということだと思うので、それに対応する記事となるので、やはり、まあ、定期的に似たようなですね、言葉の使い回しの記事が、まあ、毎回出てくるような気がして、中国に対してですね、景気、対策というものを怠ることがないようにというような提言ですけれども、まあ、これも人のこと言ってられないというか、日本も日本経済をですね、なかなか立て直すことができない立場から中国に体がですね、何倍も大きな中国に対して、まあ、言ったところで、まあ、効果そのものよりもですね、まあ、そういう立場もなければあまり、まあ、聞く耳を持ってもいないんだろうなというふうに思ったりもしますし、ただ我々もですね、対岸の火事ということではなく、自分たちは自分たちのですね、この経済というものを上げていくことができなければ、やっぱり何のための私たちの生活かということにもなってくるので、まあ、この辺のところもですね、自分たちもきちんとこの刺激を受けながら、まあ、そして参考にしながら、お互いに切磋琢磨するという意味で、中国も日本も経済活動を頑張りながら、自分がですね、何のために時間を費やしたいかということもですね、お互いに考えていくという国民性も、共有していきたいなというふうに思ったりしますね。で、そして2つ目のこの題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の2つ目からです。タイトルは耳を疑う事件の捏造証言ということで、ちょっとですね、この事件、私自身はあまり社会面だとか、それからニュース報道などでも見たことがなかったんですけれども、まあ、捏造というような事件が捏造されたというような証言が裁判所で行われたということなので、こちらもですね、ちょっと私たちを取り巻く司法分野ということであってはならない事件でもあるようですから、この辺のところもですね、社会情勢の一つとして確認をしておきたいと思います。耳を疑う事件の捏造証言。警視庁と東京地検の違法捜査で損害を被ったとして会社社長らが東京都と国を訴えた民事訴訟で、捜査を担当した警視庁の公安部の警部補が事件は捏造と証言をした。現職の警察官が公開の法廷で捜査を批判するのは極めて異例で、その内容も耳を疑うものだ。東京都側は違法な捜査ではなかったと否定するが、捜査機関に対する信頼が揺らぐ事態である。見過ごすことはできない。大河原化工機という横浜の企業のですね、大河原正明社長らは2020年、兵器に転用可能な装置を不正に輸出したとして外為法違反容疑で逮捕された。その後起訴されたが、1年以上経って検察は立証が困難として取り消した。証人尋問で弁護士が事件はでっち上げと思うかと尋ねたのに対し、警部補が捏造ですねと述べた。別の警部補も捜査幹部がマイナスな証拠を取り上げない姿勢があったなどと証言。検事や当時の上司は否定した。
訴訟で社長らは規制要件に該当しないと知りながら立件したと主張している。検察じゃなくて原告側によると、任意捜査段階から捜査に協力し、要求を一貫して否認。しかし逮捕されて1年近く勾留され、強引な取り調べを受けた。一人は途中で病気が見つかり、名誉回復の機会がないまま亡くなった。長期間身柄を拘束して自白を迫る捜査手法は人質手法と呼ばれ、問題視されている。今回もその疑いが拭えない。もし実績保持者のための恣意的な捜査だとすれば、許されないことは当然だ。経済安全保障の重要性が増す中、各地の警察は企業との連携を強めている。情報漏洩を防ぐために経済スパイの手口を伝えたり、捜査に必要な情報を集めたりするには官民の協力と信頼関係が欠かせない。捏造証言はこうした流れに耳を刺すもので、影響は深刻だ。国益が損なわれかねない。警察と検察は裁判とは別に、調査と説明を果たす責任があるということでですね、ちょっと私たちの生活からは考えられないというか、警察がですね、事件、警察検察が事件を捏造したりですね、恣意的な捜査というか証拠の取り上げ方にちょっと恣意があったりですね、なかなかこの辺のところあってはならないことですし、私たちのこの世界観、生活観からするとですね、やはり、逮捕されたり拘留されたりという、なかなか体験できない、生活というか、状況の中でですね、やはり自分自身の信念を貫くということも大変ですし、このですね、この文章の中に出てくる会社とか個人の方々は本当に大変な思いをされただろうなというふうに思ったりもしますし、最後のこの記事の最後の中にあったようにですね、警察と検察は本当に裁判とは別にきちんと調査と報告をしてもらうようなことがなければ、私たちがですね、この司法と呼ばれる分野に対してのですね、信頼というものが著しく損なわれるし、安心しておちおちですね、生活することができないということになるし、怖い、ある意味怖い世の中だなというふうに感じるような記事だったと思うので、この後の進展、今後の進展というものをですね、しっかりと、この情報がどれだけで上がってくるのか、これまで見たこともないような事件で、この手の報道というものは本当に一切表に出てこなかったりするので、今後の動向というものもきちんと見ていきたいと思います。そしてですね、3つ目の音読の題材としてはですね、この今日の日本経済新聞朝刊の一面のですね、記事の中からタイトル見ておくと、大阪万博のチケットをデジタル資産にということで、アプリに NFT で偽造防止というようなことで、2025年の大阪万博でですね、使われるチケットをアプリ上で NFT というデジタル資産としてですね、扱うというような新しい試みができるようなことが決まっているようですので、まずですね、これを3つ目の音読の題材に取り上げながら、このNFT という分野についても学んでおきたいと思います。万博のチケットをデジタル資産に、アプリに NFT で偽造防止。政府が2025年に開く国際博覧会、大阪・関西万博で導入するキャッシュレス決済にアプリの概要が、キャッシュレス決済アプリの概要が分かった。独自の電子マネーやポイントに加えて、偽造できない電子チケットの役割を果たす非代替性トークン NFT を保有できるのが特徴。万博会場外でも割引券などの用途で使えるようにして、経済効果を上げる。関西万博は万博として初めて全面キャッシュレスにする。中核になるのがエクスポ2025デジタルウォレットと呼ぶ決済アプリで、ブロックチェーン分散型台帳開発を手掛けるスタートアップのハッシュポートが開発する。2023年度中の提供を目指す。ウォレットの特徴は、パビリオンを出展する企業や協賛企業などが発行する NFT を保有できる点。電子チケットと機能は似るが、一企業のシステムではなく、ブロックチェーン上で発行されるため、複数の企業が相乗りしてサービス連携しやすい。システム投資などの参入コストも下がる。電子チケットと異なり、コピーされて使われるリスクも防げる。この NFT を保有していれば、パビリオン内だけでなく、大阪、神戸市内の万博と連携した企業や店舗などで飲食、物販などの割引サービスを受けられる。
クーポンとは違って権利証の機能を持つため1回の使い切りでないのも利点だ。関西万博は海外からの350万人を含む約2800万人の来場、約2兆円の経済波及効果を見込む。ウォレットや NFT の有効活用で効果を高めたい考え。 NFT を電子チケットのように使う例は増えている。イタリアセリエ A のクラブチームであるラッツォは観戦チケットを NFT として販売しているほか、国内でもローソンエンターテインメントがローソンチケットで取り扱うチケットを NFT として配布する。転売防止の目的に加え、ファンとの関係性強化の狙いがある。万博が日本のデジタル資産の普及に弾みがつくきっかけとなる可能性がある。NFT が暗号資産、仮想通貨を保有できるスマートフォンの電子財布を次世代インターネットの Web3 の名前から Web3 ウォレットと呼んでいる。ということでですね、このような形で NFT というものが出てくると、単にですね、その言葉だけ、この新聞などから NFT、NFT、まあ、デジタル資産と言われても、何のことか分からなかったものがですね、やはり一部こういった機械で使うことによって少しずつ浸透して、私たちが体感的に NFT、デジタル資産というのはどういうことなのかということが分かるようになってくると思うので、2025年ですから、あと2年後ぐらいですけれども、まあ、そこからまた3、4年、4、5年、2030年ぐらいになってくると、私たち個人もですね、何らかの形でデジタル資産の NFT に接することができる、していくという時がやってくるような気がしてくるので、これもですね、時代の変化とともに私たちが使うこのテクノロジー、そして生活の送り方というものの変化というものもだんだん変わってくるということで、この大阪万博も一つ楽しみなシステムがまた一歩進んでいるなと感じましたね。ということで、今日は2023年令和5年の7月18日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。